僕にとっての重積分、なんだろうな、心を落ち着かせるための手段。まあその人間って多面性あるじゃないですか。ある人から見たらこう見えるし、また別の人から見たらこう見えるみたいな。だから人間って多変数観察と思ってるんですよ。だからまあ積分するとなるとね、やっぱりまあ重積分が必要になってくるわけで、なんだろう、まあ、やってるだけでねすごく安心するんですよ。だからまあ僕にとってはね、重積分がアナザースカイ。いや、ファボゼルの芝居すんの。ということで今回やってくるのは重積分の2回目なんだけども、その中でもね、計算手法の一つである類似積分法ってやつをやっていこうと思います。でこれは少し復習なんだけども、重積分ってこういう式の形知ったよね。これどういう意味だったかっていうと、まあこれが z イコール fxy だと思ってほしい。これが本当はだから、まあこうやって曲面がバーってついてるわけだけども、それを d って場所で切り取るわけね。 d は xy 平面のある領域。その時に切り取られるこの部分の体積がこの式の意味だったよね。これまあ復習ね。で実際にこの体積計算するときにどうやってこうって話なんだけども、類似積分っていうのはこの、まあ、類似っていうのは順番にって意味なんだけども、まず x から積分して次に y に積分する、または逆に y 積分やってから x 積分するって方法なのね。それが図形的にどういうことをやってるかっていうのをね、まあ、理解しながら実際にその方法を学んでいきましょう。じゃあ実際やってくれ。例えばまず最初にある y の断面見てみようか。ある y で切る。例えばここにしようか。ブチ切ります。その時断面こう見えるかな。こんな風になるよね。ちょっと塗っとこうか。この断面を S って置きたいんだけども、でもこの断面ってさ、切る場所によってさ、値変わるよね。つまりこれ今適当に C と D の間の Y って場所で切ったんだけども、切る場所によって断面の大きさが変わるので、Y の関数になってるよね。SY って言って。ちょっとこれさ、XZ 平面に書いてみようか。こうなってるよね。こっから見たら。この面積実際に計算できるよね。だって普通にこういう絵のさ、面積計算したことあるじゃん。普通の定積分でね。こんな風な式になるんじゃない？これでいいんじゃないかな。この時もちろん前は動かせないので固定ね。そうすると普通に x っていう一因数関数見えるから、それでね、x に a から b まで積分するんだから、この部分の面積になってるよね。だからこれが sy だ。断面積 sy。もちろん y は文字のまま計算するから y の関数になってるよ。ただまあこれではさ、全然体積じゃないじゃんか。今考えてる y の場所から少し幅持たせようか。dy だけ幅持たせるね。こっからちょっと。dy だけ幅持たせて、こんな風に立体考える。これイメージできるかな。こっからさらにちょっとだけ、奥行きを持った微小かまぼこみたいなやつ考えて。これでさ、体積に、するためには、ここにさ、dy かければいいよね。今考えてるかまぼこの体積ってのは、これに dy かけるやつでしょ。これが微小かまぼこの体積ね。このかまぼこをさ、今回の絵で言うと C から D までさ、足し合わせていったらいいよね。だからインテグラルの記号を使ってあげて、このかまぼこを C から D まで足し合わせなさいってやったらいいんじゃないかな。そうだよね。そうすればさ、この絵で描いた部分の体積に合ってるじゃんか。で、実際に式でね、見ると何やってるかっていうと、この部分を先に X で積分して、Y 固定して X で積分して、で、次に Y で積分するっていうから、まあ、類似積分っていうのね。図形的に言うとこういう意味で、断面まず考えて、幅持たせて、それを、その微小科目を積み重ねていって、体積計算しますよって言ってんだね。いいでしょうか。で、少し発展的な注意を言うと、今、たまたまね、実は分かりやすいように、領域はね、長方形で考えたんだよ、こういう。でもさ、一般にはさ、少しだけ雑に書いてもいい。こういうのが、まあ、曲線になったりするかもしれないじゃんか。そうだよね。切り取り方によってはね。だって D が別に長方形とは限らないわけだからね。そうすると、例えば、この曲線ってさ、今は、さっきはね、あの積分区間は A から B って適当にやれたけども、Y の場所によってさ、X どこまで行くか変わるじゃんか。だから一般にはこれ曲線になってない。XY 平面で見た時の曲線になっていて、Y の場所によって X の値が決まるから、こんな風に書かれるわけかな。x イコール g1y みたいな感じで一つの関数だと思ってね。で、別にこっち側って適当にさ、こういう風な曲線だっていいわけだから、これもさ、 y の切る場所によって左のさ、まあ左の端っこの値が変わるんだから、 x の値が、まあ、これがまた別のさ、 x 平面の関数になっていて、 x イコール g2y みたいな曲線になってるかもしれないね。その時にはね、どういう修正すればいいかって言ったら、もちろんこの積分区間 a から b じゃなくて、例えば今回で言うと、g2y から g1y って感じで、y の値で定まるような x の範囲にしてあげればいいだけだよね。
まあ、これ聞くとね、まあ、こんがらがるよね。まあ、ね、最初ね、最初からね、全部理解しようとしなくていいから、とりあえず今、この長方形の話を理解して、まあ、ある程度計算を積んでね、ここに帰ってくると、あ、何言ってるかよく分かったわってなるはずだから。一番大事なのは、今回やっぱりね、その、まだ関数とかって話じゃなくて、この重積分の累積分っていうのが実際何やってるかっていうと、微小かまぼこを考えて、それを足し合わせてるって感じが一番大事だから。だからもしね、一周勉強したらね、今わかんない人はここに立ち返ってきてくれればいいので、一旦とりあえずね、難しかったらこの今俺が黄色で書いてる部分まで忘れてください。今理解してる人は実際にこの変更はどこに行くかっていうと、この部分が G2Y とか G1Y に変わるだけだからね。何やってるかっていうのはまあ図形的なイメージはね、まあしやすいかなと思います。で実際にこの方法を使ってね、まあ、計算していきたいんだけども、実はね、先に X で計算しなくて先にね、Y の方で計算するのが楽な時もあるのよ。今さ、ある y で切って断面考えたじゃんか。まあ多分もうね、思ったと思うんだよね。あれ ?x で切って断面考えてもいいんじゃないかなって思ったよね。実はそれでも計算ができるのね。だから実は、こうじゃなくても、今ね、考えたことを式にしてみようか。x で切って、x に依存する断面 sx を幅持たせて dx で、微小かまぼことして足し合わせていく。つまりこういう式になるね。イコール。はい、いいよね。これは X 固定で、どっか適当な X を固定して断面考える。そうすると X に依存した断面が出てくるね。断面積が。それに DX 掛け算して微小かまぼこにする。微小かまぼこをこっち方向に足し合わせればこの式になるよね。いいでしょうか。じゃあここまでの準備が整ったので、具体例を見ていきましょう。じゃあ例題の一つ目。3X-Y を領域 D で積分しなさいって言ってるのがこの問題なんだけども、まず最初にね、Z=3X-Y っていう局面をね、想像できる必要はないよ。実際に計算すると分かると思うんだけども、正式な形状を、ね、考える必要は全くない。適当に、例えばこれでいったら、今 X1 平米に書いたから、ここだけハイパー重要だから。領域がハイパー重要ね。実際に局面を、ね、想像する必要はない。ここに適当に住んでると思ったらいいよ。適当にこうやって、なんか局面が。で、まあ、実際にじゃあ計算しておこうか。例えば、じゃあそうだな。Y を先に切る。Y で切る方向からやってみようか。適当な Y で切りますと。この断面ってどうやって出てるんだっけ？本当はだからここら辺に曲面がいるから、こうやって断面が見えてるはずね。こうやって見えてるはず。だから積分するのは X からまず積分だよ。で、この微小かまぼこにして Y をマイナス1から2まで積分すればいいのね。今口で言ったことを式にするとこんな感じ。いいかな。この部分が Y を固定した時に出てくる断面積 SY。想像できる、しっかりここら辺にいるよ。この想像できなくなると重積分負けだから SYY の場所に依存した断面になってるよね。だから DY かけてあげて、かまぼこにして足し合わせてあげてくださいって言ってるんだけど、実際計算するときにはここからはもう普通に自然ね、普通に1変数の場合と同じになります。マイナス1から2の積分でこの部分だけ積分するんだけども、 Y は今固定されてるからただの定数だと思ってね、 X で積分するよ。だからこうなる。これ気をつけてね、 Y はただの文字だから、今これ X と関係ない。で、dy と。この分先に計算しておいちゃいましょう。イコール。気をつけてね。y はただの文字だよ。x にこの0と1を代入するよ。だから、この部分こうなるかな。2分の3引く y って。あとは普通に y の積分をすればおしまいになります。イコール。これを普通に代入して、代入してあげると、答えが3になります。以上。で、なんでね、回答2が準備されてるかっていうと、回答2は切る順番変えてみようってことね。じゃあ切る順番変えたバージョンやってみましょう。じゃあ回答2。次はこんな風に切ってみる。ある X で切ってみる。そうそう、断面はどう見えるのかな。本当はこう見えるはずだよね。イメージはこう見えるはず。だから積分をまず最初に Y で積分するよ。この断面出すために。だから順番どうなるかっていうと、こんな感じが。いこう。いいよね。これが、この部分の断面積ね。ちょっとしつこいけど何回も言うよ。で、こっから、こうだよね。で、こっからは気をつけながら計算してください。X は固定されてるから定数だと思って。真ん中から先に計算を終わらせると、こうなるから。これ気をつけてね。Y のところには代入しないよ。ごめん、嘘ですね。今 Y の積分だから Y のところにしか代入しないよ。X は文字のまま扱ってね。そしたらこの部分が出てくるから、こうなるから。最後 X の積分すればおしまい。イコール。これもやっぱり、1代入すると2分の9引く2分の3になって、2分の6で3になるね。0はないからね、もうね、0で。
これでやっぱり答えが一致するって分かると思います。これとこれの答えが一致。まあ当然だよね。同じ体積を計算するときにどっちの断面からまず先に考えてるかだけなんだから、違いは計算が一致するのは当たり前ね。じゃあ例の2番目やってみましょう。じゃあ例題2つ目、 E の X 次乗の領域 D での積分って言ってるんだけど、領域 D しっかりこれ高校数学で習った領域と同じね、かけるよね、 X 三辺目に。こういうやつね、こういう三角形で積分しなさいって言ってるんだけども、まあ今まで通りね、普通にじゃあ Y を固定して Y でバッてやって断面計算してからやってみようか。こんな風になるかな。適当な Y で切るんだけども、そうするとさ、 X はどこからどこまで動く？ある適当な Y で切った時には X はどこからどこまで動く？これは Y の言葉で表すと、いわゆる Y イコール X って直線なんだから同じ場所ね、 Y から1まで積分することになるよね。だから式的にはこうなるから、まあいいと思うんだよ。普通に適当に Y 固定で断面積を出して、この部分だね、これがいわゆる SY なわけだけど、これさ、 E の X 次乗って X で積分できる？これできないんだよね、実はね。これの原子関数うまく求められないでしょ。だから実は E の X 次乗をね、まず最初に X で積分しなきゃいけない、この方法ってあんまりうまい方法じゃないんだよね。だからこれはやるべきではない方法。なぜならこいつの原子関数が求まらないから、求まらないから。だからちょっと工夫しなきゃいけないね。でさっき言ったけど、積分の順序は変えられるんだよ、同じ体積を求めてるだけだから。だからこっちで切るんじゃなくてさ、次こっちで考えようよ。じゃあどうなるかっていうと、適当な X で切るよ。次はこれがうまくいかなかったからね、次これで考える。丸とバツって書いた。これ考えると、これこういう断面で切ってるんだから、いい見えてる断面、本当はこういう風にあるよ、本当はイメージできるよね。だから Y で積分しなきゃいけないんだけど、まず最初に。そしたら Y の範囲が必要じゃんか。 X の言葉で Y の範囲を書くよ。そしたらここまでってのは例えばどこになる？ Y イコール X 直線上の点なんだから、 X の言葉で書いたら X だよね。混乱しないようにね、今0から X まで積分すれば、この部分の断面積を X の言葉で表せるよね。だから実際式に書いたらこうなります。これが回答。いいよね、この部分がいわゆる X に依存する断面積ね、こういう。でこの断面積に微小幅 dx をかけて、この方向にして足し合わせればいいんだから、0から1までだね、 x の積分は。これを計算していくことになります。これすげえ簡単になってるから、実際イコールどうしてかっていうと、この部分さ y ねえから、単にこれ定数と同じだからこうなるよね。こんな風に y に x と0入れるよ、だからイコールこうなるよね。 x 次乗の原子関数求まんなかったけどさ、うまく x×ex 次乗なら求まるんじゃね。こうじゃない、原子関数は。これそうだよね、だって微分するとさ、2分の1は定数から前に置いておいて、 ex 次乗微分すると 2x がかかってきて2が約分されるから元に戻るよね。だから原子関数これだと求まるのよ、うまく。だから最後にこれ計算してあげてください。そうすると1入れたら2分の1の e で、0入れると2分の1だけ残るので、これは2分の1のカッコ e-1 になるよね。こんな風に実は積分の順序を変えることによって、計算しようとしたものは同じなんだけども、うまくいく方とうまくいかない方があったりするのね。今回はこれね、 y の方からこうやって先に計算しないとうまくいかないパターンだった。言われ方を変えると、ある x でバンって切った時の断面から先に考える方じゃないとうまくいかないケースだったのね。どうでしょうか、理解できましたかね。実はこれさっきね、最初の方の冒頭で言ったあの長方形じゃない領域、実はもう扱ってるんだよね。一般に x イコール g1y とか、x イコール g2y とかって言ってたと思うんだけども、これ領域がね、曲線で表れてる場合、今回はたまたまね、それが直線という簡単なね、関係だったんだけども、今回ので理解できたんじゃない。ここに x が入ってきたり、さっきね計算できなかったけども、ここに y が入ってきたりしたでしょ。あれが最初に言ってた話だよね、実は。だからまあここまで聞いて何となく分かったかもと思ったらね、最初戻ってみたりしてください。じゃあこれでおしまいします。長い間お疲れ様でした。長い時間お疲れ様でした。バイビー。バイビア、ちょっとね。